封印するだけぞ。石碑の前でお前に語ったのを覚えているか。相反する二つの力が協力することで本当の幸せがあると。だが別の捉え方もできるとも言ったな。内派と千住両方の力を手にした者が本当の幸せを手にする、そういう捉え方もできやしないか。
く倒すからな。勘違いしてるんだ。俺はただお前と遊んでやっているだけだ。君の力を有するお前が自分を持てるか興味があったからな。だがそれも終わりだ。お前の力は大体分かった。だからな、これで全ての美獣が揃ったわけだ。次は。にもキュービがいる。でも二代目様は。わしはあいつを引きつけておく。行け、残された時間は少ない。お願いします。ナルトのガキをどうする気だ。美獣を抜かれた今何をやっても助からんぞ。それでも助ければならんのだ。ナルトは忍びたちの希望だ。わしもそう思っている。変わったな。昔はもっと非情だと思っていたが。全ては里のため、里を生かすため非情に徹していたのみ。
生を受けたことがあんたの仇となる。江戸天生のままが良かったと悔やみながら行け。世界はいわば柱間の矛盾した世界だ。何かを守るためには何かを犠牲にしてしまう。くそ、これはたとえそれが友であろうと、兄弟であろうと、我が子であろうと、時間は十分にやっただろう。残念だ。
んたは強い。あんたは負けない。あんたは行くって言ってんだろ。ちょっと待ってよ。行くってどこにさ。サスケんとこだよ。早くしねえと間に合わねえだろうが。死なせない。絶対に絶対に死なせるもんか。決戦の勝負。